ロバート・ブレイクロバート・ブレイクは、新京と革命期のイングランドの軍人、政治家。イングランド南西部、サマセット・ブリッジ・ウォーター出身。英乱戦掃除において、大きな役割を果たした一人として知られる。富裕な商人の子として生まれ、オックスフォード大学、ボドム・カレッジで学んだ後、ブリッジ・ウォーターに戻る。1640年、短期議会と長期議会の庶民院議員に、 戦出1642年に第1次イングランド内戦が勃発すると議会派として故郷で拒兵陸軍大佐としてイングランド内戦や英乱戦争で陸海における議会派の指揮を取ることとなる。第1次内戦では南西部で王答派と対峙 1644年4月から6月にかけて、イングランド王チャールズ一世の追いモーリスが率いる、王統派の軍勢に、ライムレジスは包囲されたが、市民からなる防衛隊を指揮して、包囲を耐え抜き、ウォリック博、ロバート・リッチら海軍の補給もあり、王統派が諦めて撤退するまで2ヶ月持ちこたえた。9月からの2度にわたる、トントン包囲戦でも粘り強さを発揮。 最初の包囲戦は9月から12月まで3ヶ月、耐え抜き、議会派のジェームズ・ホルボーン、アントニー・アシュリー・クーパーらの救援で包囲を解除された。1645年3月から再び、トーントンを、王党派に、包囲されても屈せず、6月に、王党派が撤退し、トーントンも守り抜いた。ブレイクのこの噴戦ぶりは市民たちから英雄と、称えられただけでなく、 西部の王統派の軍を釘付けにする役割も果たし、戦略上議会派が有利になる展開に貢献した。内戦では陸戦の指揮を取ったが、1649年にゼネラルアットシーに任命された。これは便宜的な称号で、事実上議会派イングランド海軍の最高司令官だが、新京都革命の再議会派に積極的に加わった提督がほとんどおらず、 イングランド共和国では海軍を指揮する人材が不足したため、議会軍の大佐クラスの陸軍軍人をゼネラルアットシーに任命し、艦隊の指揮をさせた。以降は艦隊司令官としてイングランド艦隊を率いて、海上でも王統派の艦隊と戦いを繰り広げ、1649年から1651年までカンバーランドコールパートをはじめとする。 王党派艦隊を壊滅させて、イギリス海峡の正解権を確保した。一方、1646年の補欠選挙では、ニューモデル軍の独立派に属し当選、1651年から1652年まで国務会議員を務めた。1652年、かねてから見悪であったオランダ海軍の艦隊と遭遇。ブレイクは、オランダのマールテントロンプに、 イギリス海峡におけるイングランド沖に対する敬礼を要求したもののこれを拒否され、さらに片原生者を受けた。これにより、海戦に発展して第一次エ乱ラン戦争の先端が開かれた。その後もオランダ海軍と戦い続け、ケンティッシュノックの海戦及びダンジュネスの海戦、ポートランド沖海戦を戦ったが、ポートランド沖海戦で重傷を負い、 その後のガッパードの海戦とスヘフェ人間の海戦は、ジョージ・マンクが艦隊の指揮を取った。上昇というわけではなかったが、海戦を通じて、単獣人を用いた艦隊戦術を編み出し大きな戦果を得た。これには、マンクとウィリアム・ペンの助けも大きく、商船と軍艦の混用廃止と艦隊司令長官が軍法会議を招集できるように規定。 重装備の戦列艦建造を促進、海軍力の充実、強化に努めた。第一次英乱戦争から身を引いても、海軍活動を続け、1653年に、ベアボーオンズ議会で議員に選出されたが、翌1654年に、地中海へ派遣され、1655年4月に、バルバリア海賊総統の任務につき、海賊の根拠地であるチュニジアのポルトファリーナを、 艦砲射撃で壊滅させた。やがて、スペインとイングランドとの間で英西戦争が勃発すると出動1656年から翌1657年にかけてスペイン海岸で海上封鎖に従事した。それから4月20日にカナリア諸島サンタクルスでテネリフェを襲撃、城塞とスペイン艦隊を攻撃して撃破する勝利を挙げた。 帰国の途に着いたが熱病にかかり8月17日にプリマス沖で死亡し、ウェストミンスター寺院に葬られた。死後、ブレイクの功績を称えていくつかの軍艦に彼の名が与えられた。ABCDF e 松村 P78 ウェッジウッド P332P334P458P460P461 ガードナー P186, P193, P369, P370。小林、P166, P172, P173。ウェッジウッド、P603。佐藤、P258, P259。小林、P177, P184。小林、P48、P51, P181, P182。P P188 小林 P188P191 ありがとうございます。